立地革元は、中華民国の軍人、政治家。はじめは、山西省の遠釈山に属し、後に、国民政府の軍人、政治家となる。字は、寛意志東三省陸軍工部堂と、東三省陸軍側江学堂に入学し、中国同盟会に加入した。新外革命の際には、革命派として、寛外民軍総司令部参謀長を務めた。 1918年、遠尺山率いる進む軍に属する。1927年夏、国民革命軍北方第一軍第一支市長を務め、さらに、水縁都党に任命された。1928年6月、第三集団軍第一軍軍長に昇進した。北伐終了後の9月、軍縮に伴い、第三集団軍しばらく編第一支市長となる。10月、 中央陸軍の編成に組み込まれて、第32支市,市長となった。同月、河北省政府委員に任じられる。1929年8月、水園省政府主席に任命され、1931年8月まで、務める。1933年4月、高賀水利委員会委員に任命され、5月、河南省民政庁長に転じた。1935年6月、 河北省民政庁長に一旦転出し、翌年6月、再び河南省民政庁長に復帰した。1938年2月、国民政府監察院監察委員に就任し、5月には選挙部部長となる。1941年12月、甲子園秘書長を務めた。1942年1月、河南省政府主席に任命される。翌月、 同省法案指令も兼任した。1944年7月から9月にかけて、これらの地位から罷免されている。民国35年、中国国民党、第6期中央執行委員となる。1948年には、立法院立法委員に選出された。中華人民共和国成立後は大陸にとどまった。中国人民、政治協商会議全国委員会において、 第3期特別招待委員、第4期委員を務めている。1969年、北京で死去。去年84。ありがとうございます。